長岡市立坂の上小学校は、新潟県長岡市に所在する、市立小学校である。愛称は、坂上校など。開学は1869年5月1日、開校は1870年6月15日、創立は1874年10月15日。中越地方の都心部である、長岡市中心部に位置し、長岡駅と県立長岡高校に挟まれた場所にある。 本校の起源は1868年当時、勃発していた北越戦争の一つ、母親戦争に遡る。戦争で被災した越後長岡藩は、信仰のあった峰山藩から100票の米を受け取ったが、第三次の小林小三郎は、100票の米も食えばたちまちなくなるが、教育に充てれば、明日の1万、100万票となると楽し、100票の米を売却した。 売却したことによって生じた資金で、本校の前身である国間学校が設立された。その後、幾多の移転と解消、学生改革を経て、1960年代に長岡市立東中学校の跡地である福島豪沿いに移転、2001年には校舎の全面建て替えを完了した。全校生徒数は270名児童会は、三葉児童会と称する。 校舎1階には伝統館と呼ばれる博物館がある。著名な卒業生などのゆかりの品や、江戸時代の長岡市街地の模型、長岡市千秋に設置されている米百俵群像のモデルになった群像などが展示されている。また、同じ1階には三葉ホールと呼ばれる屋内広場があり、図書室を併設する。 一般的に選挙の投票会場として用いられるのは、学校施設の体育館が多いが、本校ではこのホールを投票会場として提供している。体育館は2階にあり、アリーナと称する。プールは屋上の4階に設置されている。第1校歌と第2校歌は共に3番まであるが、第1校歌の1番に関しては、期限の同じ長岡高校の第2校歌と、類似した歌詞となっている。 他校との交流坂の上小学校では、2004年の中越大震災による仮校舎設置を行った、山越村立山越小学校時代から、山越小学校との交流が続いているほか、越後長岡藩の藩主、三河牧野市の故郷であり、交渉に坂の上省と同じ三つ柏が使用されている、愛知県の豊川市立四保小学校との交流が行われている。 本校の学区は、川崎省、白丸省、千住省、表町省の学区と一部が重なっており、東北中、東中、南中の学区にまたがるように広がっている。大町一丁目、大町二丁目、学校町三丁目、朝日町一丁目、朝日町二丁目、神田町一丁目、坂上町一丁目、東坂の上町二丁目、 東坂の上町3丁目、東坂の上町1丁目、東坂の上町2丁目、東坂の上町3丁目、関東町袋町1丁目、袋町2丁目、袋町3丁目、大手通り1丁目、大手通り2丁目、殿町1丁目、殿町2丁目、殿町3丁目、町町1丁目、城内町1丁目、城内町2丁目、城内町3丁目、今朝城1丁目、今朝城2丁目、 今朝白3丁目、福十1丁目、福十2丁目、ありがとうございます。